1982年のコース1982年のルマン24時間レースは50回目のルマン24時間レースであり、1982年6月19日から6月20日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。新たにグループ C で競われるようになるなど大きな節目となった。この年からルマン24時間レースは、 グループ C の車両によって争われることになる旨1981年に発表された。参加車両があまりに少なくなることを防ぐため、グループ6も排気量 2000cc を限度として参加を認められた。実際には、グループ C の車両が参加者57台中ほぼ半数の28台、または29台を占めた。使用可能燃料は2600リットルとされた。 前年優勝し本命のポルシェは、ポルシェ956を新たに作成した。前年優勝した、ポルシェ935-81と同じ935-76型 2649cc、ツインターボエンジンで出力は 650PS、8200rpm。重量は 820kg であった。アストン・マーティンは、 ローラ T70 系の車種を使用したため31号車が 1047kg、32号車が 1051kg と、やや重かった。ローラ T610、ホード C100、ザウバー SHS、ロンドン M379 など各社が作成した、車両の多くは、ホードコスワース DFL エンジンを、使用、3955cc 自然吸気で 550PS、 9000rpm とも言われたが燃費との兼ね合いで8000から 8500rpm に抑えて使用された。フランスの小コンストラクター WM から市販のプジョー製 2849ccv 型6気筒 PRV 型エンジンをベースに4バルブ化し、K、KK 形成ターボを2個装着し 540PS を発生するエンジンを積んだ WMP82 が出場した。 ランチアが LC1 で出場した。ベータモンテカルロ用直列4気筒 1425cc エンジンにターボを2個装着し 450PS、9000rpm とエンジンパワーでは劣るものの多くのグループシーカーが 850kg 以上ある中で 640kg の軽量と信頼性で唯一ポルシェのライバルになりうると目された。ツダは 完走を目標とし、トム・ウォーキン・ショートチームを組み、マツダ・ RX-7.254 を2台投入した。出走は55台。6月16日と6月17日の夕方から4時間ずつ、合計8時間にわたり、行われた。始まって2時間もしないうちに、本命のジャッキー・ X、デレック・ベルクミが、前年のタイムを11秒も上回る3分28秒。 40を記録して、残り時間をセッティングとデータ取りに費やし、これが、ポールポジションになった。ランチ l c 1は3分31秒42で4位であった。グループシーカーの多くはトラブルが出て、修正や調整に追われた。松田は82号車が4分4秒74で50位、83号車が4分11秒29で53位とし、決勝に進出した。 15時57分、ペースカーが少しばかり早く一周したようだったが問題なく、スタートした。ランチアイルシー1は出場した2台ともが燃料ポンプのトラブルで順位を落とし、その後もピットインを繰り返して、スタートわずか1時間過ぎの時点で再開付近まで沈み、優勝争いから脱落した。結局1台が9時間目にエンジントラブル、もう1台は電気系のトラブルで、 リタイアとなっている。各チームとも予選のデータで次のピットインまでの周回数を決めたが必ずしもデータ通りにいかずガスケツでコースサイドに停車しピットまでドライバーが押して帰る車両が序盤から見られガスケツリタイアも4台出た。序盤こそ燃費の良い DFL エンジンの強みを生かしてフォード C100 ザウバー SHS ロンドン M379 が ポルシェ956に先行する場面もあったが、トラブルによって順位を落とし、夜が明ける頃には、ポルシェ956が上位を占めた。ポルシェに関する懸念は、燃費だけだったが、下級圧を通常のレースでの設定1.2バールから1.1バールへ下げており、明るくなっても予選より10秒ほどしか落ちないペースで問題なく、走り続けた。 松田は82号車が明け方にリアダンパーを交換、朝九時にトランスミッショントラブルが起きたがこれを1時間でオーバーホールしてコースに復帰、12時間経過時点で16位であった。83号車は12時間経過時点で12位まで順位を上げていたが、14時間目に燃料系のトラブルで停車し、リタイアとなった。優勝したポルシェ956完走は18台。 ジャッキー・イクス、デレック、ベルクミのポルシェ956、1号車が24時間で 4899.086km を平均速度時速 204.128km で走って優勝した。ポルシェワークスは2号車、3号車と絶検番号順に表彰台を独占し、結局ポルシェだけで5位までを占めた。トップ3台は最後のピットインを レース終了三十分ほど前に済ませると、デモンストレーション走行のようにペースを上げたり下げたり、しながら連なって走るなど、余裕の勝利であり、規定変更にもかかわらず主役は、ポルシェのままであるばかりか、かえって盤石になった印象を与えた。松田の八十二号車は残り十分となったところで、最後のドライバーとして走っていた、寺田陽次郎が燃料系のトラブルが発生した、疑いを持ち、 万が一にも乾燥できなくなるのを防ぐためゴールライン、直前フォードインで停車して、トップのゴールを待ち、トップが最後の周回に入ったところでエンジンを再始動、松田初の乾燥を総合14位、イムス社 GTX クラス6位で遂げた。アストン・マーティンは重かった上に15時間目には12位だったにも、かかわらず、そこから追い上げて32号車が総合7位、クラス4位に入賞した。 ありがとうございます。